どうも花でございます。そしてママ勝利くん、りゅうちゃんいます。今日はですね、まあ、今こう車の中ですけど、とある場所に突撃しようかなと思ってまして、どっかと言いますと、堤下食堂突撃します。ね、本当に大丈夫なのかな。実は前回堤下くんとのコラボさせていただいてうちに来てくれましたけれども、今度ぜひとも堤下食堂に来てくださいというね言ってくれたんですよ。そういつでも来てくれということなんです。連絡しようと思ったんですけど多分堤下くん的にも突撃の方が喜ぶだろうなっていうね。あ、そんなことない。そんなことないよまあだからこれは本当にガチンコなので、もし いなかったら、うん、急遽違うロケに変更という感じになりますけれども、実は我々夫婦明日居酒屋堤下で、今から行くところに行くことになってるんです。確かに。だから堤下くんは明日来ると思ってるわけですよ。あ、そっか。うん、その辺も どんなリアクションになるのかっていう感じですけどね。はい、じゃあ早速行ってみたいと思います。はい、はい、花輪チャンネル。家の前に到着しました。いるかな。行きましょう。すみません。いや言ってたんだから、いつでも来ていいよっつって。そうだけどさ、勝利君も言われてたよな、お前な。うん、言ってたけどさ、いや怖いよ。私隠れ方かな。はい。あ、堤下くん。はい。花輪です。え、花輪です。花輪。そうそう、ちょっと今日さ、はい、遊びに来た。遊びに来た。うん、ちょっとほら、いや、いつでも来ていいよって言ってたんで。なんか、いろんな人が見えるんですけど。そうそう。ちょっと見える。いや、一応家族、ちょっと、うちほら、みんな家族で。この間、ほら。この間、だってほら、言ってくれたから、いつでもいいよって言って。待ってください。そうでしょ。痛い。いたかもしれないけど。ホイス。いつでも来てる。めちゃくちゃカメラ回ってるじゃないですか。え、めちゃくちゃカメラ回ってるじゃないですか。 YouTube も YouTube 撮影してて、あ、そうだと思ってお腹空いたんで、はあ、食堂とか食堂探してて、あ、そうだ、いい食堂あったと思って。そうですね。いや、近所にあるでしょ。いや、ちょっとあんまりほら声が出、いや、もうそう、いや、ちょ、一回、いや、ちょ、待って、みんな、じゃあ、すごい。あら、ごめんなさい、ちょっと話あるわ。ほら、ここだ。いや、ここだじゃん、ちょっと話あるわ、話あるわ。座って。いや、座ってるわ、はい、座ってください。まず、メニュー見せて。いや、メニューと話が早いわ、どんどん展開が。すごい。これもこっちに、いや、じゃあ、グイって、並びがおかしいな、引っ張るの壊れちゃうから。あ、引っ張るのって、そう、ガッて、いや、カーテン開けなくていいんですよ。カーテン、すごいな、勢いが、なんだ。花輪さん、ちょっとごめんなさい、いろいろとおかしいな。本当にいたね。いや、嬉しい。嬉しい。いろいろとおかしいな。何なんですか、これ今日。いや、だから違うんですよ。いつでも来ていいって言ってくれたんで。僕はまあ前回いつでもいらっしゃって、そうです。くださいと言いましたよ。これでちゃんと事前に言おうと思ったけど、はい。あの時のいつでも来ていいような顔がさ、はい、ぜひともアポなしでという顔してたんで。ぜひともアポなしでっていうか、聞いたらやっぱすごい行きたがってて。あ、みんながってことですか。堤下食堂ね、美味しかったんで、ハンバーグがね。美味しかった。本当に？いや、そうやって言われたら嬉しいけれども、食材がほとんどわからない。何があります？なんか、いや、わからないですよ、本当に。いや、本当あるもんで全然。マジっすか？ちょっと待ってください、ちょっと、今、待ってみて、何でも。いや、何でいいっすよ、冷蔵庫別に見ても。いいの？いいっすよ、いいっすけど。じゃあみんなで。すげえビールあるじゃん。すごいお酒あんだよ。いや、居酒屋。え、久保田もあんの？あるある。やばいよ、ママに見せたらそれ。ママ、これ、はい、来た。スーパードライ。来た。ママ、どうでしょう、もう。じゃあ、なんか作ります、じゃあ。作ります。冷蔵庫こんなに集まったことしたないから。冷蔵庫そっちもらってくんねえから、もう。こっち。冷蔵庫とか。アイス食べるの？アイス食べる？正直アイス食べる？いい、食べて。すいません。食べな。アイス食べな。アイス食べな。そんないっぱい食べられないから。食後に食べる。いや、そう、そんないっぱい食べられないから。ティラミス。ティラミス、そんなアイスを、アイス、ティラミスでいいんだって。じゃあなんか食べてもらうぞ、2人。お願いします。で、終わり。じゃあ今から早速。マジか、こんなスピード感で料理するなんて久々だな、なんか。いや、マジかよ。綺麗にしてるね。いや、マジで。ほんと綺麗だよね。すごい綺麗。マジでなんもないっすよ、今日は。今日何作りますか？ちょっと今食材見ます、今から。ほんとに何にもないね。この、何もないって言ったでしょ、これ。言ったでしょ、何もないですよ。ほんとに何もない。この、これから何作るんだろう。いや、だからなんか、これでできちゃうのが、すみません。さすが。
や、なんかし作りますけども、それは主婦どうしようかな、主婦じゃないですけども、いやまさかこんな感じで来ると思わなかったな。楽しい。いやいや、まあ座って飲んでてください、そしたらお茶でも一つ。これ肉すごいじゃん、これ。いやいや、これ何の肉なの？いや、鶏肉あったっすよ、前から。うわ、美味しそう。前からあったんですけど。すっごい綺麗に切ってある。ネギ、そしてネギですね。ネギ。前から鶏肉は、僕、鶏と照り焼きを作ろうと思って。あ、照り焼き。もともとね。いいね。だから好きなんであったんですけれども、ざっくりと。生ネギを切りましたね。ざっくりと、もう切っていきますね、もう、こうだったら。だから2人分ですよね、要するにね。まあ、まあ、そうです、ね、2人が召し上がれて、さらにプラス、じゃあ4人が召し上がれたら、まあ、一番いいってことですよね。大丈夫です。だそのぐらいの量でいいってことですよね。わかりました。じゃあ、それなら調査してもらいます。ピーマン。ウインナーちょっと私切ろうかな。ああ、お願いしてもいいですか。これ、何のウインナーですか。何のウインナー、今も作る。あ、料理の、あ、ナポリタンのウインナーで、この、長ネギのように切ってほしいです。こんな感じ、はい、この感じで来てほしいです。あー、ナポリタン嬉しいね。ナポリタン、ね、ナポリタン、ね、ナポリタンといえば、横浜の名物なんですよ。実は横浜にナポリタンの名店なんてもあって、そう、ナポリタンの発祥の地なんだよ、横浜ね。そうです、横浜、そうなの。横浜出身だから。そうですよ、ざっくりした、ここ、あー、ざっくりした、はい、感じで、はい、ありがとうございます。すげえな、ママがもうメインの出演者みたいになっちゃってんじゃん。そんなことないですよ。いや、そんなことありますよ、現状。カメラ向いてるのママにしか向いてないんですよ。ストップって言ってくださいね。結構大量に入れちゃっていいです。大量に、全然大量でいいですよ、ね。大量に。トン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 乗ってたらいっぱい出てくる。こんな、はいはいはい。まだまだいきます。まだ全然いきます。はい、OK です。それからいきましょう。ちょっとこれ、どっかの深夜番組とかでやってくれないかな。見たいよ、この2人の料理番組。料理番組見たい、見たい。見たい、見たいっすか、あなたさん、これ。おかしいっすよ、ママだって。ママもね、ママもナポリタン美味しい。そう、言うてるって料理もね、だってたくさんされてるでしょうから。だからいいじゃん、コラボでね。そうそう、コラボ料理で。住み下食堂のナポリタンと、うちのママの。そうね、ママのね。共作ですよ、共作。ね。じゃあ次これ入れます。この間のやつも美味しかったもんな、この間作ってくれた。ありがとうございます。お餅のやつとか、ああ、ありがとうございます。つまみね、明日はまたお二人には違うおつまみ、もちろん、はい、出しますので。明日は居酒屋住みした。で、オンエア上は今日なんですけどね、住みしたくんのチャンネルで見れますんで、ってことなんですけど、なんか変な感じなんですよ。だから俺も着替えてもないし、エプロンになっちゃったし。あれでしょ、一人分だとなかなか大変でしょ。あ、でもうちの住田食堂のコンセプト自体が、男性でも気軽に作れる一人前料理っていうのが住田食堂のコンセプトなので、今日はもう量が違うんですよ、全然。食べる子が、相手が違うんで、食べる相手がちょっと化け物なんだけど。めちゃくちゃ腹減ってる。化け物気めちゃくちゃ切れてんじゃん。腹減ってる。怒ってんじゃん、勝利君。もう怒んない、アイス食べたじゃん、さっき。アイス開けたじゃんかよ、さっき。あ、ちょっと待った、それ、あ、俺がやりたかったな。何をやりたいですか。ちょっと、俺はこれプロなのよ。パスタをやりたかった。もういけるいける、まだいけるいける。パスタをやりたかったんですか。パスタ入れるの超うまいね。いやいやいや、そう、入れるの超うまいね。あ、入れるの、そうなん、入れるだけ。こうするじゃないですか。いきますよ、こうするじゃないですか。うまっ。これも確かに、確かに見応えがある。これをやりたい、見応えがありますね、確かに。確かに見応えがあった、今のは。あ、来た、あ、これ、あ、これ、こっちも、こっちはちょっとね、照り焼きにしたいので、おー、いいね。ちょっと、こっちのは、2つ、はい、うわ、うまそう。でしょ、うわ、すごい。こんなものがさ、いきなり来て作れるの。いやいやいや、あるんですよ、食材が。食材があるんで、別に。できないよ、なかなか。作れますけれども。店舗がいいですよ。早いね。早いんですよ。やっぱ箸とスプーンも早いね。いや、その自分家のあれなんで、勝手を知ってるので。料理の鉄人のさ、時みたいな感じで。いや、全く分かんない。IH じゃないんで。あそこじゃないんで。あそこ待ってる。IH クイズみたいなのがあったから、わかんない、クイズが。何なんですか、あのクイズ。やったね。いや、本当に。めちゃくちゃ面白かったって、すげえ言い方に言われますよ。いろんな人に。言われるね。花輪さんの、もう一回コラボしてくださいって、すげえ言われますよ。そうそう、待って待って、2人待って、今作れるから。いいよね、こういう海外にこういうさ、トランペットじゃないから。トランペット待つ少年みたいになってるから、ないのよ、これ。トランペットはないのよ。あ、ソースも。そうなんですよ、これはちゃんとソースと。ちょっとなんか似てるかもしれない。ママと似てる、本当に。ママもそう、でも横浜のナポリタンはこういうところがもう、あ、これそうか、中央の。でもブルドックソース私大好きで、浜ナポなんですよ。佐賀はあんまない、ブルドックないもんね。ブルドックはない。あ、そうなんですね。イカリソース、あ、イカリソース聞いたことある。で、今パスタがちょっともう茹で上がってるんで、今度こっちの方に移動させて、はい、ちょっと熱いの取りますんで、よろしいですか。美味しそう。
ケチャップとソースね。これケチャップとソースが。うわー、うまそう。こっから味付けますね。横浜スパゲティ。ナポリタンですね。横浜。はい。浜ナポ。浜ナポです。浜ナポ。浜ナポ。横浜のナポリタン。すごいな。ケチャップ、ソース、おいで。おいでいきますんで。うまそう。次早いな。いや早いってさ、違うんだよ。来てすぐこれやられたからこうなってんだよ。俺もこんな普段早くないんだよ。これ何、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 これお酒です。お酒、お酒、あー、お酒、はい、アルコールです。料理酒一発入れて、すごいね。酒ちょっと飛ばしまして、この表面がカリッとこう、うまそう、焼けてくるので、はい、よいしょ。おネギさん、うん、入れて、はい、で、お野菜もミックスで、お野菜ミックスありましたんで、はい、ありがとう。これを一気に、いいね、絶対取らないでしょ。いいね、いいね。こうやってやったら、これ蒸し焼きで、さらにえのき、えのきもいっちゃう。はい、これもえのき、豪快でいいですね。えのきまで入れて、すごいな。はい、で、蒸します。よいしょ。はい、これ一気に蒸します。そしたら、最大にナポリタンを、うわ、すごい、テンポがいいわ。この感じだったらあれだな、勝利柔道の友達連れてきたいね。いや、そ、柔道の友達、友達、今度来ようぜ。あー、じゃあごめんなさい、ちょ、約束だけして、一報はしてこれから来るのはいいですけど、一報はして、一報して今から行くよって言ってくれたら、僕行きたいでも対応するんですけど、これもう逆、真逆な。そうそう、これはしないでくれってこと。芸人の場合、これはしないでくれってことだよ。これ勉強になるよね、お笑いでするとこあるから。約束ですよね。まあ、約束って自分でも気持ち悪いけど、本当の時は、まあ、回ってから言います。回ってる間に言ってるってことは、言わないでくれってこと。いや、言わないでくれだって思ってないですよ、僕は。断然言ってほしいですけど、あの、もう本当に勝利くんの、その友達とか来るんだったら言ってほしいですね。飯の量とか多分足りないと思うんで。その時はね、回しません。僕なんだったら昼飯食回さねえんだ。普通に来るの、回さずに。だとしたら来なきゃいいけどね、ご自分のお家でやってください、それは。ちょっと先入れて、酒蒸しみたいなのがちょっと一瞬。マジでさ、結構ほら、子供が多い家とかいいんだよね。いや、そうした食堂の。こう、大量に、うん、うちはあのメニューは一人前で出しますけど、大体、うん、あの、それを倍化していけば出せますんで、ね、はい、料理ができるって知らなかったな。いや、そうですよね、確かにね、あの頃なんか、ね、だって変な話、こんな料理なんかしててもみたいな時代でしたもんね、当時ね。本当に本当に何料理ってみたいなことでしたもんね。料理やるキャラじゃなかったもんね、当時。キャラっていうか、もう自分で作ってたんですけど、料理するような仕事もなかったし、もちろんなかったしね。ちょっと調べね、はい。うわ、すごい。俺、お野菜もえのきも食べれますんで、いいね、はい。お野菜も食べられます。こちら鶏照り、鶏照りました。鶏照り、そして、お、もう、お、来た、はい、わ、こちらが、すごい、よいしょ、横浜ナポリタンでございます。はい、こちら両方完成でございます。ありがとう、ごめんね、本当、どんでもないです。素晴らしい、よかったです。すごい、ありがとうございます。花はチャンネル、さあ、ということで完成しました。ありがとうございます。ありがとうございます。あと一応ちょっとナポリタンなんで、あの粉チーズも、あの、ちょっとあるんですけれども、まだまだちょっと準備もしてないんで、今新品ですよ。急に来ちゃったから。いや、いいです、粉チーズもいいんですか。粉チーズも、はい、準備してますんで。よし、それでは勝利くん、お願いします。いただきます。いただきます。どうぞ。ありがとうございます。じゃあママこれ切ってもらって。あ、そうですね、ナポリタンも食べられますから。ナポリタンも、じゃあ食べてて、私このナポリタンもね、おかずになるナポリタン、おかずになるナポリタン、おかずになるこれ、いいね。あの、よくほら、花さん、ロケ弁当に入ってるんですか、うん、家族にナポリタンとか、ね、あの感じの味にはなってると思いますんで。いきます。どうぞ、召し上がってくれ。どうだろうか、どうだろうか。うん、とんまい、よかった、うん、まい、いや、嬉しい、よかった、それはよかった。私も嬉しい、それはよかった。私も嬉しいの意味が分かんないけど、ね、まあ、なんで嬉しいんだ。嬉しいの、子供が美味しいって言ってくれた。あー、そういうことですね、確かにね。でも、まあ、勝利君どうだ、ボスがいるからね。ボス、ボスどうかな。ボス、味厳しいですよ。厳しいからね。うわ、よかった、よかった、嬉しい、ありがとう。よかった、それは。いいですか、私が教えて。送ってくださいよ、もう。はい、これ横浜ナポリタン。ナポリタン。浜ナポです。浜ナポです。食べてください。うまっ。ありがとうございます、よかった、それならば。マジでうまい。いや、よかったっす、本当に嬉しいっす。この追っていったから、そう、おかずになる感じ、うん、で、まあ、もうチーズもね、粉チーズかけたらまたさらに、そうだ、粉チーズも、さらに味が深くなりますんで。ゆうちゃんも食べるわ。うん、食べな、食べな。ママのに似てる。
あ、マジっすか。ほんと、うん、じゃあちょっと心配だな。ママに似てるってなるとママの味を超えられるかどうか。ほんとに、あ、よかった、嬉しい。おかずになる、おかずになるでしょ。そのおかずになるぐらい味濃いんですよ。ほんとそうね、ほんとに我々若手の頃のロケ弁ですよ、これ。ロケ弁、こうしてさ、ここにこう乗せてもいいぐらい。いや、乗せちゃうんだよ。すごい炭水化物、炭水化物で本本本にしてますけど。ほんと、もう花澤さんのチキン食べよう。チキン食べてくれ、うん、もう好きなところからバグッと言ってくれ。野菜もあるから、チキンも、うん、ガツガツいっちゃってくれよ。照り焼き、うん、よかったよ、まあ、よかったよ。その来て急に、だってこれまずいもん作れないし、本当に美味しいよ。ほんとこれご飯に合う。いや、そう、ご飯に合うでしょ。ご飯に合うナポリタン、なかなかない。チキンどう。チキンがね、ちょっと心配だね。味見てないからね。うまい。あ、ほんとよかった。いや、嬉しいな。それはよかった。もう、ほんとに。よかったよ、それは。さ、二人に、やっぱ二人にね、エリザ・ショーリ君と二人にやっぱり言ってもらうのがやっぱ嬉しいですね。で、焼いてあるから、はい、肉が締まってて美味しい。あ、じゃあ、しっかりと、はい、焼いて、うまい、焦げ目入れつつも、中まで火通すという。美味しい。はい、お野菜もちゃんと取ってくださいね。あの、うまいね。これ、えのきが入ってるんで、えのきがね、食べ応えがあって、お野菜の方も、うん、また、えのきの、ね、良さがあって、コリコリしてね、いいと思います。食感が。はい。シャキシャキして美味しい。うまい。だから、このコリコリしたのと、やわいのと、同時に合わせて。よかった、それは本当に。早っ。だからやっぱり、気にした方が代わりにしなきゃ。一瞬、一瞬じゃん。もう本当に。こんな、一瞬でなくなった。結構な量作りましたよ、俺、マジで。すごいね。マジでこれ、量的に言ったらかなりの量入れてますよ。これが花分けです。こんなスピードで飯ってなくなるんですか。いや、もう元気いたら、もう、元気いたらさらにですか。いや、もっとです。倍。倍です。元気いたらもう早いですよ。全然違う。もっと早いよ。だみんなもう取られちゃうから元気に。ああ、それからみんなもそういうことっすね。うん、おかずで取り柄になるってことですね。うん、そう。かあ、すげえ。育ち盛りがいるってこと。これまだゆっくりですよ。うん、いや、育ち盛りがいるってすごいっすね。すごいですね。こりゃすげえわ。うん、なんとなく満足していただいてよかったです。ごめんね、急に。いや、こちらこそ、美味しいものを作る。いやいや、こちらこそです。こちらこそです、本当に。ありがとうございます。どうですか、お二人はどうでしたか。美味しかった。最高だった。よかった。最高だね。めっちゃ嬉しいです。また来たいですね。はい、本当に今日はありがとうございました。とんでもない、ありがとうございました。わざわざお越しいただきました。最高に美味しかったです。いや、それでも、本当に。もう本当に、じゃあ挨拶お願いします。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。もう二度と来ないでください。お願いします。いただきます。チャンネル登録